こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、今日は栄東中学高等学校について解説していくぞ。栄東中学高等学校は、埼玉県さいたま市見沼区砂町にある私立中学校高等学校。最寄りの駅は東大宮という駅で、そこからは8分程度と徒歩で通える距離なんだな。1978年に開設された栄東高校は1年時は、打下配生においては東クラスアルファコースを設置し、一貫生も同様に東大クラス南関大クラスと学力別に学級を分けている。偏差値はなんと73から74と埼玉県に限らず全国でもトップレベルに位置しているぞ。今回はそんな栄東高校にまつわるエピソードを4つに絞って解説していくから、ぜひ楽しんでいってくれよな。それでは早速、ゆっくりしていってね。栄東高校は埼玉県でもトップレベルの偏差値を誇る進学校。進学校といえば勉強は自分で勝手にやってねみたいなスタンスの高校も中にはあるが、この栄東高校はゴリゴリに力を入れているんだ。授業はなんと21時半まで続く。21時半。それはすごいな。自習ではなくて学校でそこまで手厚く授業をやってもらえるなんて、もはや頭がおかしくなっちゃうような。ああ、そして教室はガラス張りで監視可能になっている。これはふざけている生徒にすぐに注意をできるようにということなんだろうな。それ以外にも体育祭で英単語テストがあったり、マラソン大会で英単語テストをしたり、体育の授業中に英単語の学習なんてこともあるんだそうだ。なんかドラゴン桜で見たことがあるような光景な気がする。ああ、体を動かしながら勉強をするのは頭に入りやすくて非常に定着率も良いそうだぞ。そういう問題じゃない気もするけど、まあいいか。そして体育祭中も好きあらば参考書を開いてる生徒が非常に多いとか多くないとか。ここまでストイックにやるとみんな良い大学に進学しているんだろうな。ああ、東大合格率はすこぶる高くて実質埼玉トップなんだそうだ。栄東高校は私立で偏差値が高くとにかく勉強を一生懸命やるという校風で知られており、学生からの人気は実はそこまでめっちゃ高いわけではない。まあ高校生は行事だったり部活だったりで高校生活をエンジョイできるかどうかというのも高校を選ぶ上で重視したりするもんな。ああ。それもあって第一志望で栄東高校を選んだ生徒はいないという疑惑がある。確かに友達も第一志望ではなかった気がするな。それでも大学受験ではしっかりと勉強して良い大学に進学していく生徒が多いから、これはこれでありだと思うな。栄東高校では毎朝ホームルームで学習実践5訓を読み上げて、その後30秒の瞑想を行うというしきたりがあるんだ。ちなみに昭和の内容は、1真剣な心を持ち生徒としての道を正しく行おう。2学習に喜びを求め、自己開発に努力しよう。3なせばなるの信念を持って可能性に挑戦しよう。4けじめある学習を行い、創意工夫の力を育てよう。5今日のことは今日やり、勉強も仕事も明日に残さぬよう努めよう。毎回これを昭和すると心が改まりそうだな。栄東高校の校長先生はどうやら80歳を超えているようなのだが、到底思えないほどパワフルなんだそうで、兄弟卒説や給食国連職員説、実はサイボーグ説、実はもうすでに死亡しているが未だ学校から離れられず自爆霊化している説など、様々な説が囁かれるんだそうだ。なんだそりゃ？ただそんなスーパーマンの校長が率いているからこそ、素晴らしい進学実績を栄東は叩き出しているんだろうな。それではまとめに移ります。その1、勉強への力の入れ方がやばい。ここまでがっつり勉強をすると、それはいい大学に進学できるからありっちゃありだよね。その2、第1志望で入った人霊説。第一志望で栄東に入った人はぜひコメントしてください。その3、昭和と瞑想。心を整えてしっかりと勉強するのは良いよな。その4、校長先生がスーパーマン。校長先生に憧れる生徒もきっと多いんではないだろうか。ということで今回は栄東高校について4つのポイントを紹介してきたけど、どうだったかな？他にもこんなエピソードがあるよとか、この高校も取り上げてとかがあればコメント欄に書いてね。これからもいろんな学校のあるあるエピソードを紹介していくから楽しみにしていてね。それでは、ご視聴ありがとうございました。